なんと寝すぎてしまったわ。一体今何時じゃ。お主ら今日はよく来てくれた。お茶でもどうや。湯飲みが足りんな。みんなここに冒険を求めて来てくれたんじゃろう。ちょうどよい。わしは今忍者たちが危険な目に遭うという夢を見たのじゃが、どうも現実になりそうでな。お主らの助けが欲しい。どうじゃ、巨大な闇が忍者校の世界に迫っておるじゃろう。光が皆を導いてくれるはずじゃが、どうしたいかはお主ら次第じゃ。行きたいと強く願えば光、そうでなければ消え去ってしまうじゃろう。失礼、瞑想の煙を吸いすぎたようじゃの。そうじゃ、忍者たちのもとへ行くならば二つの贈り物を届けてくれ。一つ目はお主らを行くべき場所に連れて行き、二つ目は元の場所に戻してくれるもの。これらはどちらもお主らの運命を変える力を秘めておるのじゃ。大切に扱うのじゃぞ。今話したことは全て忍者たちに宛てた。